この世界は記憶によって作られている。人や物に宿る記憶が失われれば、そのすべては白きうつろとなり消えてしまう。それが誰も抗えないこの世の断り。ただ一人を除いて。負けるわけにいかない。これが未来を紡ぐ希望の力だ。希望を消させはしない。一丁やってやるぜ。精霊の導きのままに。魔法の極意を見せてやろう。帝国近衛騎士団長の誇りにかけて世界の行く末を見届けねばならぬ。俺の出番だな。世界は返してもらうぞ。絆で絶望を砕き、思いで希望を灯し、少年たちは行く。ネオトラディショナル RPG ロストスフィア。改めましてこんにちは、安本博と申します。さてここからの時間はミートザロストスフィア in SEP ジャパンと題しまして、東京 RPG ファクトリーが開発するネオトラディショナル RPG ロストスフィアを こちらの方々と一緒に紹介していきたいと思うんですが、当スタジオですね、すぐそこが窓になっていて外が見えるんですけど、そこを先ほどうちわを持ったスクエニの松田社長が通るというびっくり展開が起きて、みんなでちょっとなんか今なんかちょっと若干動揺しています。でも気を、ね、取り直せと言いますか、ね、新たな気持ちで、ね、頑張っていきたいと思いますけど、はい、じゃあ橋本さんからじゃあ自己紹介の方お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京 RPG ファクトリーでロストスフィアのディレクターをやっております橋本敦です。よろしくお願いします。じゃあ続きましてじゃあ鈴木さんお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。東京 RPG ファクトリーでアートディレクターをしています鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそして佐々木さんお願いします。はい、スクエアエニックスマーケティング部の佐々木です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。いや、まずね、本当鈴木さんと佐々木さんの正面が窓になってるんで、ね、社長が立ってる社長だ社長だ、後ろの方でこうやってるからこうなチラッとしか見えてないんですけど、うちわを振る社長っていやそれはちょっと面白いですけど ね, ですね、はい、ありがとうございますね。皆さんもね、ゲームショーうろついてると松田さんにも会えるかもしれませんね。はい、現場にいらっしゃる方ね、松田さん探しも楽しんでください。さあさあさあ、ロストスフィアでございますが、こちらいよいよ10月12日発売ということで、まあさすがに開発はもう終了なさってる。はい、そうですね。何ですか今のちょっとした間は。やめてくださいよ。ちゃんとマスターアップしておりますので。あ、よかった。はい、でまあ今はですね、まあ、追加のダウンロードコンテンツを何かできないかなというようなことを考えているような、まあ時期ですね。うんうん、スイッチ版の生贄と生きの刹那ではですね、はい、時の闘技場という、まあ、コンテンツを配信したんですけども、ダウンロード、まあ、そのような、ね、まあ、こう長く遊べるような、うん、まあ、ダウンロードコンテンツをこう何か配信できないかなと現在検討中でおります。おいいですね。最近はねオンラインがつながってるから、ダウンロードコンテンツでそっから遊びのそこから先も広がるっていうのはとても楽しみですね。そうですね、今後の情報にも期待していきましょうということでございます。はい、とはいえまだ発売日まで3週間ほどありますので、はい、まだロストスフィアのことをよく知らないよという視聴者の方のために、どういった作品なのかをちょっと教えていただきたいなと思います。はい、わかりました。ではまず東京 RPG ファクトリーのご説明を軽くしましょうか。はいはい、じゃあ東京 RPG ファクトリーの簡単な説明をまず、まあ、ロストスフィアの開発会社なんですけども、
そのなんですかね、企画に賛同したスタッフが集まっている会社でして、うん、はい、でまあ、80年代とか90年代 の、 この王道 RPG を、はい、をプレイして育った開発者が集まっていると。でそのスタッフたちが、まあ、自分たちが遊びたい、うん、作りたいと思えるような、RPG を作っていこうというような会社となっております。この 要はもうなんだろう、乱暴な言い方をするとちょっとドット絵とか好きだぜみたいなのとか、まあ、そういうこと、そういうところもありますよね。年代的にはみんな本当そんな感じですね。まあ、我々は僕 もう今年で40なんですけど、それで育ったと言っても過言ではないですからね。過言ではないですね。まあ、僕も鈴木もそれで育ったって感じなの で、はい、で自分たちだったらあれであの世界観でこういうの作りたいなという思想、うん、同じ思想を持った人たちが集まった会社と。はい、はい、そうなります。で2作目が生贄と雪の刹那を作りましたぜと、うん、いうことなんですね。はい、はい、で、でまあその2作目となるのがこのロソスフィアというタイトルで、はい、まあ、あの1作目の生贄と雪の刹那と同様で、その80年代から90年代 の、 その RPG の持てた雰囲気だったり、うん、まあ、ゲームのスタイルっていうのと、あの現在 の、 そのプレイフィールだったりとか、そういうものがこう融合したまあ作品を目指してて、そのまあネオトラディショナル RPG と銘打って開発をしています。いい言葉ですね。だってもう相反するこた2つなんですけど、見てみたらあなるほどって思いますもんね。そうですね、うん、そのような作品を目指しております。うんうん、でまあ、続いて世界観の説明をしたいと思います。はい、おお白い。はい、今回ですね、記憶というまあ、キーワードで、まあ、ゲームを作っていまして、はい、まあ、あのロストスフィアの世界の全てのものには、まあ、記憶が宿っているというような設定になっています。で、まあ、この記憶というのは人の記憶というよりは星の記憶というふうに考えてもらえばいいんですけども、ああこの大地といいますか、でその記憶が、まあ、失われてしまうとこのようにこう真っ白になってしまう、うん、まあ、我々はロスト現象と呼んでるんですけども、はい、まあ、ロスト現象が起きるっていうような、まあ、世界観になっていて、まあ、主人公たちはこのロストに立ち向かって冒険に出るというような、ゲームになっています。あのじゃあ次のページ、次のパワポ出ますか。はい、で記憶がまあ、まあ、なんかまあで作られている世界ですので、まあ、いろんなまあ、文明だったりとか入り混じったような、うん、世界観になっていて、まあ、こう自然が豊かなところもあればちょっと機械文明を感じさせるような、うん、あったりだったりとか、そういうようなこうたくさんのロケーションのある、まあ、ゲームになっています。刹那の時よりもあのロケーションは圧倒的に増えてますよね。そうですね、刹那の時は今雪景色っていうのをで、うん、まあ、作ってあれは、ね、とても評価いただいたんですけど、うん、今回はそのまあ、ロケーションの、うん、まあ、豊かなバリエーションでさまざまなところを冒険していただきたいなと思ってます。刹那はまさにその、ね、雪っていうのと、あと音楽もな旋律がピアノの旋律 で、はいはい、でね、世界観というものが本当にしっくりくる面白い感じです。これはこれでまたちょっと違う雰囲気が漂ってますね。そうですね、ちなみにあの音楽もですね、うん、あの刹那に引き続きあのピアノをベースにはしてるんですけども、おうおうおう、あの刹那はピアノオンリーだったんですけど、うん、そうですね、今回はさまざまなロケーションがあるのでピアノプラスアルファの何かの楽器みたいな形で全ての曲にピアノの曲は、あピアノは入っているんですけども、ピアノだけじゃないあのよりバリエーションのある音楽になってます。いやマジ今コメントではありますけど、そう曲いいんですよね。音楽はねとてもあの刹那の時から評価していただいてて、僕あのちょうど発売日には買わなかったんですけど、まあ、ビータで出てたじゃないですか。はいはい、でうちゲーム機片端からあるんですけどちょうどビータが動いてなくて、うん、かわいそうだなビータでなんか遊ぶもんねえかなっつってふらーっと見て、あこれそういえば面白いって友達言ってはって買ってやったんですけど、グラフィックは全然いいんですけど、やっぱでかいテレビででかいスピーカーでやればよかったなってちょっと音楽が聞いて思いましたね。なるほど、まあ、いい意味であの尖ってましたからね楽曲も、うん、いや面白かったですだから。さあさあそれでは、はい、じゃあ次のまたパワポ続編ってわけではないんですよね。でもあそうですね、コンセプトは継承しているんですけども、うんうん、世界観はつながっていませんので、うんうん、その生贄と雪の刹那をプレイしないという方でも一から楽しむことができます。ただ何ですかね、こうちょっとこう言葉がつながってたりとかするので、まあ、そういうところでこう想像してもらったりするのは、前作とかそれをやってる人はちょっとニヤリとするところもあるようです。ありますね。なるほど、はい、なるほど。じゃあ次キャラクターの紹介、はい、こちらちょっと見てみましょうか。はい、キャラクターの紹介をします。こちらですね、まず本作の主人公ですね、カナタという少年です。はい、まあ、記憶の力を持つただ一つの希望ということで、このカナタ君が、その記憶の力を操ってその、まあ、先ほどお見せしたの真っ白になってしまう、うんうん、ロスト現象から世界を救っていくというそういう希望の存在ですね。記憶というのがもう力なんですね。そうですね、面白い。はい、では次お願いします。
でこれに3人、バン、ロック、ルミナといいますが、はい、まずこのバンという青年なんですけれども、はい、そのカナタたちが住む町がこう町をロストしてしまった時にふらりと現れるこう謎の存在なわけですね。で、まあ、この青年がなぜそこに現れたかというのもちょっと注目していただければと思います。なんかまあこの感じ裏ありますよね、まあ、この感じありますよ ね、 かね、何かがありますよね、うん、なんかあるなというデザインですね、はい、はい。であとロックとルミナなんですけど、これはカナタ君 の、 幼馴染ですね、はいはい、同じ村で育って、まあ、3人でこうつるんでよく遊んだり、うんうんうん、村の平和を守ったり、うん、そんな感じの、2人です。なるほど、はい、いいですね。これルミナちゃんの、ね、スパッツ女子な感じ嫌いじゃないですよ。ありがとうございます。では続いてお願いします。はい、オバロ・シェラ・ガルド・ラディアントということで、こちらの旅の途中で仲間になるキャラクターですね、はい、このオバロという、これはおじいさんなんですけど、うん、太古に本当もう滅んでしまったその太古の人間の、なんだろう、なぜかまた現代に蘇ったという、そういう謎を含んだ老人です。はい、魔法使いタイプですね。なるほど、はい、でシェラ、まあ、ちっちゃくて可愛らしい感じなんですけど、うん、この戦巫女というですね、弓矢を操って敵を攻撃していくというかなり好戦的な女の子です。いいですね、かっこいい、はい、でガルドラ、こちらジガン帝国というこの世界には強大なこう帝国があるんですけど、うん、そこの近衛騎士団長ですね。なるほどなるほど、はい、でディアント、ディアントちょっとこれ人間とは少し違う感じなんですけど、そうですね、はい、まあ、魔物なんですね、はいはいはい、でこれがなぜ魔物でこう、まあ、こういった形をしているのかというのも、うん、ゲームを遊んで、見ていただければなと思います。羽のサイズ感がちょっと控えめでいいですね。あ、そうですね、ちょっとまあ、多分ね飛べないんでしょうね。飛ばないからどん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 小さくなっていっちゃったんですかね。羽ではないですね。はい、ということでキャラクター紹介は以上となります、はい、ありがとうございます。はい、さあ今回の本作の世界観やキャラクターのご紹介いただきましたが、なんと今日はさすがにもうね、もうすぐ出ますからね、はい、実機のご用意があるということで、ここからは実際にプレイしながらご紹介の方をお願いいたします。はい、ではここは、鈴木から、はい、プレイをしながら、はい、まあ、橋本と一緒に、はい、説明していきたいと思います、はい、お願いします。これすっげえ楽しみ。はい、ゲーム画面お願いします。出るかな。おお、はい、すげえ、はい、水すげえ、水綺麗ですよね。これすげえ、風流しの渓谷というですね、割とこう綺麗なこう水が流れる。マジか、めっちゃ面白い絵ですね、はい、やっぱキャラクターの方がドットのテイスト残しつつ、ま、うん、背景の描き込み半端ねえな。ありがとうございます。すごい。で、まあ、そこにこうちらほら敵が見えてるんで、早速、まあ、バトルも本作売りなので、はい、戦います。腕が鳴る。シンボルエンカウント、接触すると、まあ、エンカウントになってバトルが始まります。なるほど、はい。で、クロノトリガーだったり、ゲーム機能セスなど同様に、はい、ATB2.0 を採用しておりまして、なるほどなるほど。今回の特徴としてはですね、バトル中に移動ができるんですね、このように。ああ、そうかそうか、あ、巻き込みとかそういう技によってはそれをうまく使うと。なるほどなるほど、面白いですね。おお、すげえ。ただ後ろを攻撃したらダメージ上がるとか、そういう複雑な要素はないので。なるほどなるほど、あんまりなかなか背後を取ってどうこうとかそういうのはない。そうです、シンプルに考えてもらえればいいです。いいですね、この僕は本当ちょこちょこ他のよそのね生放送でもいいんですけど、ちょうどいい技術介入があるゲーム好きなんですよ。ボタンポチ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 押すだけじゃない、これ、はい、こういうのちょっと好きですね僕。ということでちょっとこの綺麗な渓谷を抜けまして、まあ、ワールドマップと呼ばれる広いマップに出ます、はい、まあ、こんな感じで、もうちょっとここに飛空艇みたいなのあるんですけど、ちょっと過ぎてみますね。光るポイントがあるんで、あ、記憶だ。そうですね、記憶だったりとか、あと食材だったりがこう落ちてるんですね。はい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 、食材、食材、あ、これ食材っぽいですね。テクの時もね、ありましたよね、はい、爆裂ニンニク。いい声でありがとうございます。爆裂ニンニクって、響きいいっすよね。あ、こちらは、じゃあちょっと飛空艇に乗ってもらいましょうか、ね、せっかく飛空艇あるんでね。あ、じゃあ飛空艇乗ります。いいですね、光るポイントでですね、紫色の光るポイントもありまして、はい、ちょっとそれをこの白くキラキラしてるところ がロストしちゃったところですね。でも東京 RPG ファクトリーさんの、ね、前作はあるけど、なんか東京 RPG ファクトリーさんの白を見るとなんか意味を感じてしまうんですよね。まだ意味あるんですけど、ちょっと今飛空艇の影に隠れ気味ですけど、あそこにまた色の違うピカピカあります。ありましたね、珍しい転送の本が世界遺産、ガイア世界遺産、いきなり最終巻から手に入っちゃったか。でこれがですね、まあ、操作をすると、はい、
テキストから記憶を抜き出すということができるんですね。ほうほうほう、はい、抜きましたでしょうね今で、まあ、この場合は、まあ、記憶だけでアーティファクトって後で説明させていただくんですけども、はいはい、まあ、それが手に入るというような感じで、まあ、ただ調べるだけじゃなくてこのようにこうテキストから抜き出すというような、記憶の力ということですね。そうですね、これもっていうものも、はい、存在します。なるほど。キャラクターとの会話とかでもあえて記憶を抜き出すような場所があるんですね。人の頭から記憶抜くさちょっとこう物騒だけど会話の中から記憶したものを抜くと、はい、そうです。そのようにして記憶を集めたり、あとはまあモンスター、あの魔物を倒したらっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとお見せしたいと思います。はい、じゃあちょっとまた次 の、はい、あのマップに入ってます。これはダンジョンかな。そうですね。綺麗、土だけなのにすげえちゃんと高低差とか。ありがとうございます。あ、なんかいる。絶対商人でしょう。正解です。どうでしょう。まああのね、ポーションだったり何だったりをこう買って準備しましょうねという感じですね。ありがたい、優しい設定ですね。はい、僕こういうの好きです、こういうです。みんなが遊べるこのシステム好きです。じゃあちょっと崖に登ってもらいましょうか。刹那の時はこういうあれですね、上から下に登れるなんてあんまなかったですね。そうですね、そうですね。今回こういう高低差を生かしたマップが結構多くなってます。いやー、たね、洞窟の中でっていうのは見えづらいけどすごいな。ちょっとイベントが起きましたね。はい、あそこがロストしてる場所だ。そうですね、ロストしている岩があるので、このアロン将軍というそのさっき説明した帝国ですね、この人も帝国の将軍なんですけど、うんうん、この人にお前ちょっと直せるんだろ、ちょっとやっちゃいなよみたいな感じの、まあ、イベントですね。なるほど、なるほど。はい、まあ、でもやろうとするにはちょっとその辺の魔物を倒して、そうですね、記憶を手に入れようみたいな。あ、なるほど、なるほど。魔物からも記憶が手に入るときはあるんですね。これは切断システムですね。今の丸いエフェクトが出て、そうですね、あって思いますね、これ。ビット生成、この調子でいくぞ。これは前作にもあった、あの行動するタイミングでボタン入力をタイミングを行うと追加効果が得られる。なるほど、なるほど、はい、で、今手に入れた記憶があるので、そこの記憶を戻すと、はい、そうすると、おお、面白い。このように、まあ岩でしたという、岩ですね。これが記憶を取り戻したってことなんですね。はい、はい、すげえすげえ。ダンジョンの中にもこういう仕掛けがいろんなところにあるんですね。そうですね、あります。ヒュー映ってますね。でもせっかくできても岩ちょっとこれ通れないですもんね。そうなんです。あ、なんだなんだ、どうしたらいいか、どうしたらいいんだっていうところで、まあ、今回ですね、おこうロボット、機装と呼ばれるロボットがあるんですけど、これに乗ることができてですね、でこれをみんなデザイン違う、面白い。専用、それぞれ専用機がありまして、はい、で使うことでこう岩を破壊することができる。なんてことだ。でこの機装のまま戦闘に突入することもできます。で機装に乗っている状態だとですね、パラダイムドライブという必殺技が使えるので、ちょっと使ってみようかなと思います。カナタは他のキャラクターとの連携技がパラダイムドライブ。なるほど、なるほど。パラダイムドライブはキャラクターによってそれぞれ専用技になってます。なるほど、なるほど、そういうことですね。おお、すげえ。負けてられん。普通のスキルを使っても、あの結構パワーアップするので、威力が上がってるんですね。はい、あ、その人気に乗ってるとなかなか、うん、有利になるんですね。でもずっと乗ってりゃいいってわけじゃなくて、はい、あのエネルギーが減っていくってことですね。そうですね、右下のエネルギーが減っていくので、はんはんはん、まあ、これが尽きるとあの機装に乗れなくなってしまうので、まあ、あのどこで使うかは考えてねって感じになってます。はい、これは宿屋的なやつで回復はするんですか。そうですね、宿屋にだったりとか、あと、まあ、希少価値なんでがあるんですけども、はいはい、あのエネルギーを回復するアイテムも存在はします。うんうん、あ、使っちゃいましょうか。ちょっともったいないですけどね。残り1個になっちゃった。はい、ということで、まあ、このくらいで。いいな、綺麗綺麗。なんか他にもっと派手めなパラダイムドライブとか、お、なんか見せてくれますか。あ、そうですね、まずは X 切りをお見せできたので。わかりました。はいはい、じゃあここまで基本的に、まあ、バトル中心に PS4 版でご覧いただきましたけれども、はい、ちょっとあのまた別のシステムをですね、今度はスイッチ版 で、はい、はい、ご覧いただこうと思います。はい、ちょっとじゃあ準備しましょうか。はい、いいですね。で、はい、あのスイッチ版の方画面映してもらって大丈夫です。はい、スイッチ版こちら、ね、こちらスイッチ版で全くね、当然変わんないですね。そうですね、はい、あのコンテンツ的には全く同じなので、はいはい、お好みの方でと。そうですね、ライフスタイルに合わせて
あの好みのハードを選んでいただければなと思います。そうですよね、はい、スイッチのソフトは舐めるとめっちゃ苦いらしいですねそうなんですね、すっげえ苦い素材でできてるんですよね確か、そういうのありましたねちょっと今度舐めてみますじゃあ、新システムのちょっと説明をちょっとさせていただくと、先ほど橋本が言ってたアーティファクトとは何ぞやということで、そうですね、はい、でアーティファクトっていうのはあのさっき記憶とか入手したりしてたと思うんですけど、その記憶を使ってそのワールドマップ上のロストをこう再生していくというような、まあシステムです。ちょっとやってみましょうか。でこのようにですね、こうリストアップがされてるんですけども、はいはい、まあ、このリストアップされているものであれば記憶さえ持っていれば、まあ、自由に作ることができます。あ、なるほどなるほど。さっきはあの岩に戻しましたけど、はい、ここでは別に何を作っても良いと。ほう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 、自分で作っていくんですね、世界を。そうですね、ほうほう、そういうシステムに。それに対してはもう横の記憶がある意味素材的なもので、そうです、そうです、それが揃っていれば作れるってことなんですね。そういうことになります。さっきあの記憶を抜き取ってアーティファクトを入手したっていうのがあったんですけど、はい、その入手をすることでここのリストが増えていく、ほうほう、なるほどなるほど、というような形になってますね。あ、そうか、さっき本から抜いたからさっきのなんかゴールドナイトとか出てましたけど、それは今ここに書かれてる状態ってことですね。そうですね、なるほど、はい、そういうことです、そういうことです。じゃあちょっと作ってみましょうか。はい、じゃあこの千里眼の灯台というものを立ててみます、はい、ミニマップが見えるようになるって書いてあるな。おお。おお、すげえ、灯台だ。あ、なるほど、この全体に1個作れてってことなんですね。そうです、そうです。ああ、すげえ、帰ってきた。で、このように、はい、マップが再生された上で、さらにこう先ほどそのミニマップが出た、出た、そうそう、ミニマップが出るようになるんですね。本当だ。でこれはあの千里眼の灯台だからミニマップなんであって、うんうんうん、あの違うアーティファクトにすると全然違う効果になるので。そっかそっか、ここには何でも建てれるってことなんですね。そうです、そうです。だから上書きすることも可能です。ほうほうほう、まあ、ちょっとじゃあ上書きしてみましょうかね。はい、まあ、こういう便利系のものから結構バトルに影響を及ぼすものまでね。そうですね、バトルに結構大きな影響を与えるものもあるので、あの攻略の、まあ、難易度が変わるものだったりとか、あとこういう効果があるからこういうカスタマイズしようみたいな、その強化にすら影響があるような、まあ、プレイヤーによって戦略性が全然変わってくるというようなものもありますね。何を建てましょうかね。いいですね、何でもいいですよ。じゃあ一番上のこのプラチナムコブロ、はい、じゃあそれを、はい、これは特定のモンスターの出現率を上げる。そうですね、はい、まあ、あのいわゆる経験値増える系モンスターってやつ、ね、メタルなにがしとか。そうそうそう、メタルなにがし、はぐれなにがしみたいな。そうそうそうです、そうですね、あの見た目にもメタルなにがし的なやつが、なにがしキング的なやつが作成されましたでこれを立てることによって、まあいやこのモンスターが出やすくなるので経験値が上げやすくなる。なるほどなるほどなるほど、っていうような、まあ、便利系のものからいろいろあるので、はい、まあ、プレイするときにはぜひいろいろ試していただきたいなと思って。これで自分のカスタマイズをどん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 進めていくと。そうですね、だプレイヤーによって本当ランドメイク的な要素で全然ゲームの遊び方が変わってくると、ね、うん、ね、楽しそう。実際あの開発でこうプレイするときでもあのプレイヤーによって全然違う形になるので、他の人が作ったこうなんていうのマップをこう飛行艇で回るだけでも結構楽しかったりとか。なるほどなるほど、しましたね。お前これ立ててんのとかあるんですよね。そう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 です、そうです。で見た目重視で作る人もきっといるだろうし。いますいます、はい、じゃあこの辺でちょっとボス戦でもやってみましょうか。あらあら、いいですか。ボス行っちゃいますか。行きましょう。ではちょっとあのボス戦の準備をしますので一旦画面をあの、はい、切り替えていただければ。はい、はい、いいですね、この画面、あの自分でこう、マップを作っていくって面白いですね。ちょっと画面をスタジオに戻してください。あれ持ってるかな。ああ、帰ってきた、イエーイさあさあさあ、今から準備の方に移りますので、ちょっとこちらでね、はい、おじさんたち4人の絵を見てください、はい、あの僕ちょっと準備してますので、皆さんご判断ください、はい、これはでも、要は僕大体の自分でやるんだとしたら、そうだな、最初はなんか戦闘が楽になる系を集めて、うん、経験値とか後々のことを考えたら、先はなんかバトルの方に僕振っていきそうな気がしますね、うん、でもアイテム集めの方に先に重きを置く人もきっといるだろうしと。そうですね、いろんなことができるってことですね。基礎ってバトルで、まあ、さっきパラダイムドライブっていうのが使えたんですけど、そうじゃなくてあのフィールド でこうダッシュしてエンカウントを無視するみたいな、うんうん、そういうのがあったりもするんですね。でそういうのを拡張するような、まあ、アーティファクトとかも存在したりするので、基礎に特化したアーティファクト。そうですね、
とか、あとこうお店のラインナップがちょろっと変わるだったりとか、まあいろいろあるので、プレイヤーによってはこう本当、僕なんかこうバトルの方に行っちゃったりはするんですけど、僕もなんか、ね、そうですね、なんかバトルでもね、あの魔法に大きく影響するものとか、物理攻撃に影響するものとかっていうの、いやー物理でしょあのなんか MP もったいない派なんで、僕結構こう脳筋的にこうガンガン行く感じ、そう、僕 MP もったいない派なんで、あ、準備できました、準備できましたか、準備できましたので、画面の切り替えを、じゃあちょっと画面の方戻してください、はい、お願いいたします。はい、ということで目の前に現れて、カエルがいるぞ、ぶっ倒すまでだということなんで、ぶっ倒したいと思います。すげえ、なんだこのカエル。まあなんかこれも結構王道 RPG のボスっぽいっすよね。そうですね、ドロドロヘドロ、いきなりこう先生が毒まあいかにも状態異常というか、まあ状態異常がまあ特徴的なボスになってますね。いろんなゲーム、これもそうですけど、いろんなゲームで毒を表現するのって紫が多いじゃないですか、はいはい、誰が一番最初に思いついたんでしょうね、毒紫って確かによくわかりますよね、でもあ、でもドラゴンクエストのような気がしますね、なんか、あ、まあそうなのかな、うん、打ち抜けないものはない。これ通常のバトルとはちょっとまたカメラのアングルがね、ボスだとかあって、あのボスごとに設定されてますので、なるほどなるほど、なんかこれはある意味本当王道ロープレ感のある絵といいますか、そうですね、の、お、やばい、あ、今度全員睡眠になっちゃったじゃん、全員寝ました、あら、これやばいですね、やばい、しばらくお待ちください状態ですね、起こしてもらえないと何もできないやつですね、ガス漏れ、大丈夫、おいおいおい、あ、来た、ガス漏れにより目が覚めるっていう恐ろしい話ですよ、ちょっとこういうやばい時にはですね、あの戦闘中にも基礎に乗れるんですね、ちょっとこ このボスがだいぶ、あ、なるほど、基礎に乗ってます、いける。ちなみに機装に乗るのもちょっと ATB 消費するんですけど、あの先ほどの アーティファクトで消費しないようになる ATB、あのアーティファクトも存在します。なるほど、もっとシームレスでパポンって行動できちゃう、そうそうです、そうです、あ、それ大事かもしれないな、いつでも行ける、行くぞ、戦況を変える力で、じゃあとりあえず機装を使ってガンガン攻めてもらいましょう、アーティファクト効果に変化が、はい、簡単には見切らせないよ、さあさあさあ、なんか大技が見たいですね。じゃあちょっとこの辺、飛行人に伝わる秘技を見よ。これがオバロというキャラクターのパラダイムドライブ。おお、テンションが上がってきた。解放。あ、なんだなんだ。全てを刻む記憶の力よ。おおおお、なんだなんだ。パラダイムドライブを順番に使っていってますね。なるほどなるほど。全員がなんかもう スーパーハイテンション的なやつになってるわけですね。そうですね。あ、寝た、なんか見せ場でまた、あ、寝てないか、大丈夫か、寝たか、下のゲージが動いてないから寝てますね、寝てますあー、やばいな、この状態異常系ボスはやっぱある程度対策しておかないと大変だよ、ね、っていうことが、はい、今伝わってますね、生放送でお届けしております生放送でお届けしておりますヒットポイントが8と62がいるのは気のせいかな、ね、気のせいかな、まあ、回復をしてもらいましょう。ちなみにあの機装に乗ってるとですね、攻撃力だけじゃなくて防御力も上がっているので、当然あの状態異常になってても一気にやれる可能性は下がります。視聴者の方に対策しとけよって言われてますよねすいません。そうですね、あの状態異常ボスの時はね、それ対策の装備作ったりするのもね、楽しいですからね、準備するのもロープレの楽しみです。X ギリ以外のなんか派手なやつ見たいな。あ、来た、おー、なんだなんだ、あのビットがピカピカ光ってるの面白いな。あのビットはですね、ちょっと特殊でして、攻撃によっては増えていくんですよ、ね、ほうほう、で増えていくので、それによって威力が上がる技だったりとか、そういうような仕掛けもあったりします。ここは力をしていく。あれ、ヒットポイントが回復しないぞ。膨大な魔力で、バンやばいっす、バンやばいっす、バンやばい、あ、まあ、死んじゃうんだよ。おお、なるほど、死にはかけるか、やられたままでは、ちょっと半分になっちゃいましたね、まあ、とりあえず生き返らせましょう。生き返らせます。生放送ですよそう、逆に見せてると思ってください多分今すげえめっちゃ手に汗かいてると思いますけどこれで回復。でも回復のそれこそ何、魔法的なものでできる子もきっといるんですよね。そうですね、回復役もいますし、あ、寝ちゃった、敵が出た、
そう寝てるのでこれはチャンスなんで敵が寝るってあるんですか。そういう敵もいます。寝てる間に一敵ヒットポイント回復させたりとか、ね、なるほどなるほど。いける。まあ立て直しに使うなり一気に攻めるのに使うなり、ぜひ立て直しを一回した方がいいですよね。私に任せろ。これ基礎は全部エネルギー使うんですもんね、行動するのもね。なるほどなるほど。なんでまあエネルギーの回復もしていきながらですね。使っちゃうよ。使っちゃえ使っちゃえ。豪華焼き尽くせ。そうかそうか、基礎に乗ってるとどん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 エネルギーが減るから、そのエネルギーのマネジメントも結構大事になってくるんですね。ヒットポイントで MP だけじゃないよってことですね。はい。おお、なんか行くよ。口元にあの光がピーって集まるとなんか虫歯の治療みたいで可愛いです。やれる。これボスの位置取りとか自分の位置とかも大事になってくるんですか。そうですね、あの敵によってはそのうまいこと位置取りすると当たらないとかもあるので、範囲攻撃的なやつが当たらないとか、はい、全てを切り刻む。こいつはちょっと全体攻撃が多いんで、ちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、めっちゃ寝、めっちゃ寝てますね。大大な魔力で起きたかな、寝てる。まあチャンスなんでもう一気に攻めてしまうのがいいですね。逃げるなら今のうちだぞ。行くぞ。僕の番だね。お、なんか起きた、起きるって出ましたね。よいしょっと、ちょっとまだ状態異常が怖いんで、ね、私に任せろ。あ、一気に殴ってしまいたいですね。ド派手な技があるかな。仕留める。敵のヒットポイントとかが分かるアーティファクトもあるんですか。はい、そうですね、そういうアーティファクトもあるので、それを立てておくと、あとなんか敵の行動の、まあ、ATB が分かるとか。はぁ、なるほどなるほど。お、倒しました。オバロで押し切った感じでしたね。そうですね。オバロ頼みでした。立ち止まるわけにはいかないからね。実際ここオバロが活躍する、まあまあ、ボスでは当たりしますね。非常に強い GG です。まあでもいろいろなことができるから、それもアーティファクトとか使えばみんな、はい、みんなワンパターンの倒し方ではなくなるよ。そうですね、人によって結構変わるんじゃないかなと思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。いや、何度か倒せてよかったです。いやちょっとちょっとヒヤヒヤしました。いやヒヤヒヤって思う、結構汗かいて。いや隣でもう一切喋んなくなったから。よかったんでしょう。さあさあさあ、なんとかなんとかね、なんとか大変でしたがボスを倒すことができましたが、さあさあさあ、告知など他にこのゲームにまつわるものありますか。はい、じゃあパワーポイント出してください。はい、はい、まずはですね、もう発売まで3週間ほどになりました、10月12日いよいよ、プレイステーション4版と、任天堂スイッチ版、同時発売になります。5800円プラス税、まだまだ予約受け付けておりますので皆さんぜひ予約してください。はい、で次のページ、こちらが、現状特典情報になっております。テーマね、まずはスクエニックスイーストア購入特典はオリジナルダイナミックテーマ月の記憶、それからプレイステーションストアでも、月の記憶オリジナルダイナミックテーマがもらえます。でゲームが、収録楽曲も、それぞれついてきますので、うんうん、こちらもぜひぜひ、お楽しみにしてください。でアマゾンさんでもですね、こちらはテートの憂鬱というオリジナルダイナミックテーマ、こちらがつきます。はい、まだまだ予約受付中でございます。はい、プレイステーション4版いい感じのデザインになっております。はい、はい、そして、スイッチ版の、特典概要次のパワーポイント出してください。はい、アマゾンさんでは、左側のですね、特製スリーブケース、こちらがついてきます。うん、それと、スクエニックスの e ストアではポストカードセット、こちらがつきますので皆さんぜひ予約してください。綺麗ですね、いいですねこれ。ありがとうございます。こちらもいい感じです。鈴木さん渾身のデザインですね。はいはい、じゃあ次のパワーポイントお願いします。はい、完全攻略ガイドプラスビジュアルアート集、記憶が紡ぐ神話の書、こちらの発売も決定いたしました。10月26日、ゲームが発売してからまあ約2週間ちょいぐらいですか、うん、に発売になります。192ページ B5 版、非常にボリュームがあります。通常 の、ね、あの攻略以外にも、ビジュアルアート集こちらがだいぶ充実していると。そうですね、いうことです。これは、正直見たいですね。あ、そうですね、うん、もちろんキャラクターデザインとかその辺の詳細も載ってるんですけど、そこに至るまでのラフスケッチとかそういうものも、普段見ることのできないものも載ってますし、面白そう。あと表紙もこれ書き下ろしですので、あの裏表つながってすごく大きい絵なんですね。はい、綺麗なデザインになっております。よろしくお願いします。ぜひぜひ。続きまして、
すでに好評いただいております、楽曲ですけれども、うん、はい、オリジナルサウンドトラック、こちらの発売が11月22日、2500円で発売になります。今回も CD2 枚組の大ボリューム、だいたい曲数的には50曲ぐらい。うわ、すげえ。そうですね、50ぐらいになってますね、まあ、最近のゲームは音楽多いですものね。そうですね、まあ、前作三好さんの、ね、本当ピアノ1本でやってるのがすごい好評いただいて、すげえかっこよかったですもん。で、今回も非常にいい楽曲が揃ってますので、ぜひご期待ください。はい、こちらも、はいはい、デザインもなかなか綺麗な。前回もね、雪の中にピアノがポツンと置いてあるデザインでしたけど、そうですね、今回もね、そんな感じの。今回もね、ピアノと、まあ、これはちょっと、なんかまた買ってからこう、まじまじと眺めていただければと。中身もお楽しみください。はい、ぜひぜひこちらもまるっと、世界で、はい、世界観丸ごと楽しんでいただければいいなと思うわけでございますが。そして、はい、いいですか、橋本さんから。いいですか、はい、重大な、重大なやついいですか。はい、重大なやつを言っちゃおうかと思います。はい、日付はですね、まだちょっと確定はしていないんですけども、任天堂スイッチとプレイステーション4ともにですね、体験版をですね、お届けしようかなと思っております。体験版嬉しい。まあ、近日中に、まあ、発表しますので、ご期待いただければなと。ちなみに体験版はどう、頭からプレイできるんですか。そうですね、頭から、プレイができて、で、まあ、途中まで遊べるんですけども、はい、そのセーブデータを完全に製品版に引き継ぐことができます。それなんですよ、それ欲しいんですよ。要はもうフラゲどころじゃなくてフライングプレイですからね。そうですね、それめっちゃしたいんですよね。なので、まあ、引き継ぎやったーって書いて。そうですね、やっぱり皆さん体験版喜んでいただけて、ね、嬉しいです、ね、それは良かったですね。でも、それこそ雪の せつなもそうですけど、触れたことないっていう人はぜひ、ね、やっていただきたいですね。そうですね、プレイしていただいてですね、お、これはいけるぞと、面白いぞと思ってくれた方は、うんうん、そのままポチっていただければなと思うので、まあ、来週のね、なるべく早くにはご案内したいなと思ってますね。来週ですか。まあ、来週ぐらいかなと思って、頑張りたいなと。大丈夫ですか。今ボロッと言ってますけど、台本には日付書いてないけど、今来週とおっしゃいましたけど、はい、大丈夫ですか。なんかいろいろ僕資料作ってたような気がするので、記憶が抜けてなければ。そのような感じだった気がしますね。じゃあ近日中にこちらの方が皆様に体験版がまずはお届けできるんじゃないかなということでございますので、はい、楽しみに待っていてください。さあさあ、こちらにいろんな要素が詰まった作品でございますが、そうですね、一言ずつじゃあ最後に皆さんからいただきましょうかね。じゃあ佐々木さん一言お願いいたします。はい、まあ、僕はですね、この開発者2人よりちょっと世代的には上なんですけど、はい、やっぱり90年代の RPG どっぷりハマっていたタイプなので、このね、ロストスフィア非常に、まあ、当時の RPG 楽しんだ人は、まあ、まず間違いなく楽しんでいただけると思うし、うん、僕がね今プレイしてもやっぱ当時の雰囲気を持った作品なので、はい、非常に楽しめてます。ぜひご期待ください。はい、はい、そしてありがとうございました。じゃあ続きまして鈴木さんお願いいたします。はい、先ほど体験版の話もありましたが、体験版買っていただいてご興味いただいたら、うん、もちろん製品版も買っていただくと。で、やっぱりこういろいろな要素が詰まっているという、そういった作品になってまして、今回は背景チームもですね、すごいですね、非常にいろんな背景を仕上げて、いい、本当にいろんな場所を旅している感じ、やっぱりこう、うん、RPG って冒険なので冒険している感じがより強まった作品になったと、感じてますので、でぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。さあ最後にじゃあ橋本さんもお願いいたします。はい、生贄と雪の刹那から、まあ、いろんな部分がですね、パワーアップしているタイトルになっていますし、まあ、奇想だったりさっきのアーティファクトだったりで、まあ、新しい要素も あるゲームですので、まあ、刹那をこう楽しんでいただいた方も当然ながら、そうじゃない新しい方にもぜひプレイしていただきたいと思っていますので、まずはこう体験版を落としてプレイしていただいて、でその上でこう気に入ったなと思ったらぜひ購入していただければなと思っております。はい、皆さんじゃあまずは体験版を遊んでいただいて、で気に入った場合はぜひ製品版をね、こうプルプルプルってポチってしていただければいいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあこの辺でお時間となってしまいました。橋本さん、鈴木さん、佐々木さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様ありがとうございました。じゃあ手とか振って終わりにしましょうかね。そうですね、皆様じゃあ10月ですね、待っててください。ではお楽しみに。